韓国から指名手配されているただ一人の政治家、前葛飾区議会議員、日本国民党代表の鈴木伸之です。今日は女子テニス界のね、彭帥彭秀愛さんね、ちょっとニュースになりました。行方不明になったりまた出てきたりね、要はオリンピックのね、あの人なんつったっけ、非常に中国共産党とズブズブの関係でね、ろくでもない。で、女子テニス界がね、この彭帥さんに関してはもう全面支援で、中国に、中国で香港も含めてテニスの試合やらねえぞと、ね、彼女の身がどうなるか分かんないと、一切大会試合やらねえぞっていうのをね、宣言した。非常に素晴らしいね、国際オリンピック委員会ね、見習った方がいいよ、本当。ろくでもない。でね、実はこういうさ、この副首相ね、張さん副首相の要は愛人だよね、無理やり関係を強いられて、愛人にさせられた。だけどよく考えてみたら、中国って毛沢東をはじめこんなことばっかでしょ。愛人作って若い女作ってさ、囲ったかなんだかで、思い出したのはね、まあここに書いてあるのはこれ脱税ね、ファン・ビンビン有名ですよね。脱税ですぐ罰金146億円払ったんだから、払えるっていうのはすごいでしょ。マンション46棟だっけな、40何棟売ったとか言ってね、146億円払ったんだよね。でこのシェン・シュアン、この人も51億だからね、罰金脱税で、この人は結構有名ですよ。それからビキ・チャオね、チョウさん、テイさん、チョウさん、この人もそうだって、いくらだか、あれだったけど、この他にさ、確か有志のね、公明党の遠藤さんじゃないけど、有志の口利きをして、そして、そのテラセン稼いでね、手数料稼いで、なんかやられちゃったのがいたよね。確かあれもすごい罰金払った。このは誰だったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、 すごいよね、有志の口利きをしてその手数料をもらって、日本の手数料とはわけ違うね、それこそ何十パー何割の話だろうから、有志の額も桁違いだからね、そうやって中国共産党幹部の、まあ、女になると、影響力を発揮して口利きもできるとね、有志だろうと何だろうとできる。つまり権力だ、権力に近づいてるわけで、こういう女優たちもね、分かんないよ、関係強いられてるかもしれないし、これは誰か分かんない、誰も分かんない。でもこの2人の関係にはあったわけだよ。ここね、ここには一時期はなんかこうラブラブな関係があったわけでしょ、こうやって、でもこれは無理やりだったから長く続きませんでした。まあ中国共産党ってこんなもんだ。毛沢東以来、若い、女やこういう有名人見つけて、そういえば韓国もそうだよね。韓国もね、だってパク・チョンヒ大統領死んだ時、横に若い女いたもんね。まあこれが中華文明の共産党というより、中華文明小中華も含めて、偉くなって権力を手に入れたら有名、女優を抱こうじゃないけど、スポーツ選手にまでそれが、及んだという一つの実例。でもさ、オリンピック委員会本当にいい加減にした方がいいよ。中国共産党をかばうのもね、女子テニス協会すごいよ。彭帥さんこれ助けるためにさ、だって今こうやって騒いでるからいいけど、いずれねこれ1年2年3年経って誰も注目しなくなったら、この人死んじゃってるか強制収容所ぶち込まれてるか何してるか分かんないよね。あ、この人はどっか行っちゃいましたっていうようなことがあっても分かんない。あれなんだっけ、 ICPO の
中国のまた新しい人を任命されるらしいけど、トップだった中国人がフランスから帰国したら行方不明になったのあったりありましたよね。行方不明になっちゃうんだから。ちなみにここにいる人たちみんなこれ行方不明になってんね。ね、今回、ホウ・スイさんね、ポンさんはこれでもこうやってテニス協会がバックアップしてるからすぐ出てきたよ。でオリンピック北京オリンピック控えてるからすぐ出てきてね、いや大丈夫ですよ、健全ですよ、はーいなんてやってたけど、あんなの5年後わかんないからね、どうなっちゃってるか。まあこの人も失脚したわけだ。失脚する道具に使われたわけだよね。習近平と江沢民派のね、戦いの中でこの人も失脚して潰されて、その一つの道具に使われたんだけど、しかしあまりにもこの道具がね、選択を間違えて国際社会をこうぐらぐら揺るがしてしまったというのが今回の女子テニス界、そして中国共産党最高幹部を揺るがしたね、このスキャンダルの顛末かなと思います。でもお間違えないように、中国の、政府こんなもんだから、この人だけじゃないから、こんなもんなんだ、こんなことばっかりやってんだよ、ずっと。戦後できた新興国だからね、中国共産党5000年の歴史なんかないから、100年の歴史なんてその前ないからね、こういう国なんです。で有名になるとこうやって襲われちゃうわけですね。テニス協会頑張れ、女子テニス協会頑張れで応援しなくちゃいけませんよ。北京オリンピック外交的ボイコット絶対すべきで、日本はねオリンピック協会なんかに従う必要ないよ、オリンピック委員会なんかに従う必要ない、女子テニス協会見習い、このことをね強く鈴木伸之は訴えます。